はい、皆さんこんにちは、笹川慎さんです。今日はですね、3年目のスーパーリッサムの摘心をしたいと思います。本日の動画は3部構成でお話したいと思います。1部が花の紹介と説明、2部が摘心の仕方、3部が摘心後の管理の方法。それでは早速1部の花の紹介の説明をしたいと思います。これ見てください、皆さん。3年目のスーパーリッサム、3年目の浮気じゃないですけどね、3年目のスーパーリッサムをね、ちょっと見てください。これですよね。もう本当これよく咲いてくれますよね。毎年毎年冬はね、なんかだらーってしてるんですけども、この間ね、一回だらーってしたんで、パーッと切り戻しをしたらですね、また元気に復活してくれました。今日はね、3年目の1回目のね、摘心をね、してみたいと思います。実はこのスーパーリッサム、原産地は地中海沿岸で、油中の宿根草なんですね。夏の暑さに非常にですね、弱く、一年草扱いのアリッサムをですね、夏越しができるように改良したのがこのスーパーリッサムなんですね。強烈なスピードで繁殖します。開花を楽しむコツはですね、花が一段落したらですね、半分ほどに切り戻すことなんですね。とさらに株が大きくなって花が増えます。というね、スーパーリッサム、非常にこうなんかね、小さい花がいっぱい咲きますからね。今こういう状態で緑が見えてますけど、これ摘心したらですね、この緑がちょっと少なくなります。で、2回目摘心したらもう緑が見えなくなるんですね。それくらい早く、スピードも速く咲く花であります。それではね、早速一部の花の紹介の説明を終わって摘心をしていきたいと思います。摘心はね、切り戻しはこの間半分くらい切りましたけども、枝先を切るだけですから、まあ分かりやすく言えば、この花の下から全部切り落としていくって、そんな作業です。例えばもうなんか何枚ばかとか必要ないですね。ただこんな感じでもう落としていくってことですね。もうなんかつまんでね、ポーンって落としていくって感じですね。だから枝先を、まあ言っちゃなんですけど、適当に切る。適当に切ってもね、これバクバク咲くんですよ。ですからね、強いですからね、少々切りすぎても大丈夫ですから。こんな感じでね、握ってですね、花がついてる下からカットしてやれば大丈夫ですからね。こんな感じでわーっとじゃんじゃん切っていきます。結構ね、こんな感じですよ。もうね、何番目とか何とって考えなくていいですね。これとにかくね、ガーッと切っていきます。これはね、花壇から出てますから、切りますから。どうせね、下までね、こう落ちてくるんですよ。下は何センチありますかね、10センチ以上ありますね。もう下までね、花が咲くんですよ、落ちてきて。だからこの辺はね、形を整える意味でカットしましたもん。こんな感じでじゃんじゃん切るということですね。もうね、こんな感じでザックザック切り戻しのちょっと軽いやつって感じですね。これも鉢から出てますから、鉢っていうか花壇から出てますから切りますけどね。もうね、すぐね、はみ出してくるんですよ、花壇から。だから他の花が困るんで、草刈りみたいに刈ってますけど、こんな感じで十分なんですよ。もうまたこれ強いんですよね。寒さにもこう強くなってますけども、なんかね、すごいんですよ。これめちゃめちゃね、強いんですよね。3年目ですよ、皆さん。本当にこんなんね、3年も咲くと思いもしなかった。買ってきた時は、ただちょこっと
1個ね寄せ植えして余ったんでこう植えたんですよ、さっと。ただね、こうなかなか霜も落ちないところで上に木があるんですよね。ちょうどほら玄関のこう L 字型に、レンガをちょっと張ってるんですけど、そこにね植えたんですよね。でこの状態で、これ何年咲くんでしょうかね、これ。はい、持ちが良ければまだまだいけそうですね、これ。はい、こんな感じでね、花をあらかた落としました。まあ、先を切ったというか花を落としたというか、ちょっとねこれもカットしておきます、先を。なんかヘデラというかアイビーがねちょっと絡んできてますけどね。はい、こんな感じです。ここ赤心臭だとね、ちょっとこうカラッとってもらえばねいいのかなというふうに思いますね。はい、あとはね、仕上げでまた皆さんゆっくり切ってほしいと思いますけどね。私もゆっくり切っておりますから。もうこんな感じです。はい。でですね、まずこれで一応、摘心は終了ということですね。こんな感じです。ねえ、もう全部落としたんですけども。あっという間咲いてきますからね。皆さんもね、これ、スーパーレッサーもおすすめだと思いますよ、私。もう、ずっとね、咲きますからね。なんか、ちゃんと価格はね、最初高いんですけど、何年も咲くということは安いですからね。ということです。で、これ切ったらですね、こういったものがあるんですよ。これでね、消毒をやります。まあ、切り口からね、病気が入ったりとか、虫が来たりとかしますので、消毒をやります。で、時々消毒してくださいね。まあ、一月に1回ぐらいでいいかと思うんでね。あと、摘心とか、切り戻した都度その都度やってもらえばいいかと思います。そして忘れていけないのがこういったものですね。摘心切り戻しをしたらですね、固形肥料をあげておくということですね。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと大きいんで、あっ、イモリさんかなんかいますね、これ。おかげさんでしょうか。パラッとねやっておけばいいかと思います。ということです。でこれでね、摘心終了ということになります。あとその後の管理なんですけどね、管理、皆さんに伝えたいことが実は5個あるんですね、今日ね。覚えきれるかどうか分かりませんが、まあ、ざっと聞いておいてください。まず1つ目、水はですね、控えめで乾燥気味に、管理してください。開花中はですね、肥料をあげてください。で2つ目、植える時はですね、植え替えるときにですね、根をほぐさない。だから植えるときも植え替えるときも根をほぐさないということですね。そして夏は多湿にしないということですね。3つ目、夏に葉っぱが落ちてですね、枯れ込むことがありますので、ありますから、秋にね必ず芽を吹きますからね、大丈夫です。と4つ目、冬はですねマイナス5度まで OK なんですよ。霜に当たると葉っぱが変色します。ですからね、うちなんか上にこう木がありますから、なかなか霜が降りてこないですね。こういった軒下あたりにね、植えられるとかね、だったらいいのかなというふうに思います。で、5つ目、開花が一段落したらですね、刈り込むということですね。刈り込むと脇芽が増えて花が増えるということですから、だいたい5つをね、まあ、聞き流していただければ結構なんで、スーパーリッサも強いですから、もうほとんどね、枯れませんのでね、これが枯れるようでしたらちょっと危ないなってことなんですけど、はい、ということです。初めての方もね、ぜひ一緒にこのスーパーリッサも植えていただいて、また植えた方はね、適用していただければなというふうに思います。一緒に育てて花いっぱいのね、一緒に花を咲かせたいと思います。最後になりましたが、いつもコメントくれてありがとうございます。チャンネル登録してね、花咲かじいさんをぜひ応援してください。方法は今画面中央の私の似顔絵をクリックするだけです。今日もね、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。